みんな起きてる？ゆうちゃみこと小川愛菜です。チラチラリーン、うずはです。チャンスーマンです。アイメロです。はい、今回はお久しぶりのモテコーデ対決です。イエーイ。今日はね、なんとね、渋谷じゃなくて新大久保に来てるんですよ。で、いつもなんか渋谷なんだけど、渋谷のイケイケに多分声かけてるんだけど、はい、今回は新大久保で韓国の方に声をかけて、こちららしい韓国意識したギャル服みたいな感じで来たんですけど、はい、みんなでね、競っていくっていう企画ですね。そうですね。どう？楽しみ。楽しみです。なんか韓国男子はうちらみたいなギャルめっちゃ好きそうなんで。本当に？はい。多分めっちゃもう一目惚れですよ。本当？はい。じゃあ今日もしかして彼氏ができるかもしれない。そういうことね。全力で頑張る、わね。全力で頑張る。じゃあちょっと新大久保でかっこいい人たちに声をかけていきたいと思います。イエーイ。行きまーす。1位取れると思う人。はーい。絶対取りたいです。絶対取りたいです。頑張ります。色白の人に声かけよう。あ、そうですか。確かに。今日はこんな感じです。今日は全身ちょっとブラックでまとめてみました。これはちょっとネット通販で買ったんでちょっと分かんなくて、このスカートもちょっと分かんないです。すいません。で、このラブって書いてる、まあ、ラブがポイントなんやけど、バータンベルシュカさんで買いました。で、この靴が R&E です。で、このバッグもネット通販で買ったんでちょっと分かんないんですけど、ちょっとジオンくんも生年月日入ったりとか、ちょっとジオンを意識したバッグです。ちょっとこの透けてる感じとか、ちょっとエチエチな感じが超可愛いです。頑張ります。マジ新大久保やからもう絶対に最下位はマジで嫌なんで、本当に頑張ります。はい、バイバイ。はい、今日は韓国って聞いてちょっと、いやなんか本当は可愛い系に走ろうかセクシー系に走ろうか迷った末に、ちょっとセクシー系で今回は攻めてみました。じゃあまず全身を見せていきたいと思います。回ります。くるくるくる。イエイ。まあ結構なんか普段から見てくれてる方は分かると思うんですけど、ちょっと韓国系 の派手な服が私は多いんですけど、買ってるかなって。なんか結構ね、こういう攻めた服ちょエロくない？これこういうのね、韓国の方って派手だけどちょっとシンプルな服が好きなイメージがあるから、スパンコールで派手さを出して、中はちょっとこう、わかりますかね、セクシーにこうひゃー決めてみました。リュックはグレイルさんのなんですけど、可愛いでしょこれ。まあリュックが好きなんだけど、あと全身もね韓国の通販で買いました。だからどこのブランドとかはないんですけど、こんな感じでよかったら真似してみてください。えい、活動何位になれると思う？え、1位ですかね。いやでも今回ちょっと分かれるかなって、好みが。だからちょっと変態そうな人に声をかけていきたいと思います。おばちゃん、今日のコーデはこんな感じです。はい、こんな感じです。このコーデのテーマはウサギアルデータ服です。全体的に可愛らしい感じにしてみました。オールインワンはレディーのやつです。で、この靴もレディーのやつです。めっちゃキラキラしてて超かわいい。で、このバッグは 17kg のバッグです。今日はこれでモテまくりたいと思います。1位取っちゃいます。バイバーイ。はい、私の今日のファッションコーデはこんな感じです。回ります。はい、今日は大人っぽ綺麗めな、ちょっと自分より身長、あー、もしもし、身長高そうな男の人を連れてるイメージにしました。全部エゴイストさんです。はい、なので新大久保あんまり来たことないんですけど、韓国の方にモテるように頑張りたいと思います。もしもめ。はい、早速1人目を見つけました。イエーイ。韓国の店員さん、お兄さんにお願いしたいと思います。
あ、この中に、あ、この中でいいなって思うコーデの子を選んでほしいので、私たちがお願いしますって告白するんで、あの手を握ってもらってもいいですか？あ、そういうことか。やったね、やっぱ本当でいいかもしれないちょっと日本語が話せない方だったので、あの理由を聞くことはできなかったんですけど、まあ多分一番タイプだったと思いますよ2人目のお兄さんはこのめちゃくちゃ笑顔が素敵だイエーイ、かわいい、お願いします、お願いします、お願いします、大きが濃い系、私が大きが好きですから、はい、そうです。嬉しい、やった、ありがとうございます。スタイル勝ちということで。はい、3人目はソウルティラミスさんの方にお願いしたいと思います。お兄さんお願いします。理由を教えてもらってもいいですか？肌が白い人が無理、私も無理無理、ありがとうございます。はい、中間発表したいと思います。ゆずがまず0票で、シャミが2票で、マーミちゃんが1票で、メロメロが0票です。今3人聞いてます。そうだよね、色白いって結構強いよね。いやいや大丈夫ですよ、じゃんじゃん行きましょう。負けないように頑張っていきたいと思います。じゃあレッツイケメン探し、イエーイ。4人目はこちらのお兄さんにお願いします。めちゃなんかクール系、ね、かっこいい、ね、せーの、お願いします、お願いします、キャメン失礼失礼、顔を見てもいいですか？顔なんで顔スタイルとか、ちなみに服、服はスタイル、こんなタイプは、ありがとうございます。4人目のお兄さんは、ゆうちゃみを選んでくれたんですけど、顔とスタイルとか、まあ、いろいろで選んでくれました。ありがとうございます。嘘でしょ、朝から頑張って髪巻き巻きしたのにアイメロは負けたら泣く、マジで泣きますよ、本当に大会とかまず泣きます、本当にマジで頑張ります。ピンピン、どうですか？すごくお腹が空きましたね。ですよね、何食べたいですか？チーズボール食べたい、確かに、食べたい、確かに食べたい、食べたい、タピオカも飲みたいな、タピオカ飲みたいですな、何味派ですか？何が？タピオカ何味派ですか？抹茶。抹茶何味派ですか？シンプルなやつですか？あ、分かる。シンプルな。ミルクティー。うん、ミルクティーみたいな感じ。黒糖系とかは？あんまり？あ、好き。まあ好きっちゃ好きです。マジ？全部好き。全部好き。はい、じゃあ5人目のイケメンさんを探してきました。イエーイ。お願いします。お願いします。なんで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 。なんでなんでなんで。なんでなんでなんで。一番タイプ。あ、はい。何してるんですか？焼け飲みしてます。見てください、わかります？この目、目元、なんかオリちゃんギャルメイクしたんですよ。オリギャルっていうんですかね、全然効果なかったです。でも本当に一番モテると思って
ったから全然モテなくて、焼け飲み。では最後にもう一人お兄さんを発見しました。マジめっちゃ嬉しくて、ちょっとマジちょっと震えました。普通にマジでありがとうございます。やった。はい、で今回の結果発表なんですけど、4票0票1票1票ということで、まあ、順位的には1位2位、はい、最下位です。はい、ちょっといけると思ったんだけどね。いやマジで結構ここさ気合入ってる。めっちゃ結構入ってます。気合入ってたのよな。ゆずはどこでリベンジしたいとかある？誰にモテんのかな。ねえもう諦めてた。もう誰にモテるかな。秋葉原とかは、なんかメイド服とかでやりたくないみたいな。あ、そうですね、確かにコスプレしたい。めっちゃやりたい。確かにリベンジします。また次は絶対モテます。韓国の男性の方は、まあ、ゆずみみたいなこういう感じの服がタイプという現象だね。はい、私も超気合い入れました。ハーフアップにしました。ハーフアップにしたんですよ。絶対見ようと帽子で隠れちゃってるんだけど。帽子でなんで帽子かぶったの？なんか帽子かぶった方が雰囲気出るかなって思いました。まあ、みんな気合いを入れて頑張ったんですけど、今日のモテコーデの1位はゆちゃみでした。ありがとうございます。はい、ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。それではおばいちゃん。おばい